セキロをやっていきたいと思います。皆さんこんにちは、ミカミックスです。では今回からですね、こちらのセキロをやっていきます。で、最初ね、ちょっと操作感とかを確かめるためにちょっとだけやりました。なので、セーブデータが残っているんですけれども、ニューゲーム最初からやっていきましょう。で、最初はオープニングが始まるんで、それは見ていきます。時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。野良犬が心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末、熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前のある、命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいなら狼よ。一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びは全てを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。
忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。はい、ここからスタートですね。まずはね、チュートリアルといった感じになります。アイテムを拾いましょう。まあ日本系っていうか、まあ和製だからね、結構漢字が多くてね、読めないは読めない。何者かによって井戸底に投げられた文、九郎殿の狼殿へ、貴殿の宿命、今はこれ月見楼かなにあり、井戸底を脱し向かわれたし、刃がなくとも貴殿ならば忍び行けばたどり着けましょうということで、武器はまだ何にもない。でこっちも行けるんだけどね、行けないこんな感じになってんのか。アイテムが見えるけど無理だね。あ、泳いでんのか今これ。なるほどなるほど。でね、全体的にね、ダクソ系よりね、スピーディーなんだよね。動きがね、速い。で、ジャンプも普通にできます。結構高めのジャンプができる。で、さらに壁蹴りもできて、ま、上に登っていきましょう。アシナ城。これがダクソでいう、デーンですね。で、で、で、どっち？こっちは裏手か。結構暗いんだよね、明るさをね。あー最悪ここまで落ちるのか。明るさを上げてないんでちょっとね暗い感じがするけど、まあやりづらかったら明るさをマックスにしてやっていきます。で壁に張り付くと、ちょっと待って、張り付いて移動ができる。あ、ちなみに今普通に死にそうですね。左下が体力なんですけど。で覗き込みもできます。ほい、そこに敵が見えますね。で隠密、しゃがんで茂みに隠れたり床下を移動すれば敵に見つからずに進むことができる。今は刀を持っていない。隠密で敵を避け月見楼を目指すといいだろう。敵に見つかりそうな時は敵頭上の警戒マーカーが表示される。おい、井戸底におるあの忍び、特に加勢などしておりませんが構わぬのでしょうか。大事ない、刀もなく気力すらない。これで気づかれないってすげえな。奴はもうただのふぬけよ。あ、え、気づかれた。け、気づかれた。マジかどうするこれ、この床下のとこまで来んのかな。組頭山の内重典っていうのかなやってる場合か。これ警戒解けないのかな。その敵に見つかってる音がするからさ、会話が聞こえないんだけど。まあいいや、ちょっとシカトしていこう。シカトしていける。なんか大丈夫かこれ。ええ、いる敵。あ、大丈夫。あ、来た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 、いった死んだ
やるな。俺が盗み聞きしているところを一刀両断とは。で、若干ここの時のね、ロードが長い気がするんだよね。まあ、右下にメーターがありますけど、あんまり死にすぎるようだとね、やっぱり編集はしていこうと思います。そしてまたここからサクサクいきましょう。よし、 OK だね。とりあえず見つからなかった。で、まあ、盗み聞きはさっきしたからそのまま進んでいきましょう。あれ、ちょっと待って、画面がちょっとね、このカメラ感度が初期状態だと良すぎる気がするんだよな。もうちょっとゆっくりにしてもいいかもしれないけど。で、この盗み聞きをしてるときに切られたんだよね。月見櫓の扉は、月見櫓閉まっておるが、壁の穴はそのままにしておるぞ。ああ、こちらは心配いらぬだろう。穴は崖際じゃ、通えるものなどあるまいよ。なかなか親切な敵だね。いろいろと情報をしゃべる。で、これでぶら下がり。すごいよね、これも。降りたらこれ絶対死ぬでしょ。死んだらまた、どうせあそこからなんだろうな。で、よじ登って。ん？ちょっと待って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 、危ねえ危ねえ危ねえ。落ちるとこだった。これ落ちたら死ぬ？大丈夫そうだな。割と高いところから落ちても平気だったからね。で、ジャーンプと。で、ジャンプしてぶら下がって、こっちへ行って、よじ登る。で、上に登っていきましょう。ほい。割とね、ジャンプ力があるからね、今回は。で、よじ登る。よく来てくれた。久しいな、狼を。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。くさび丸。そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。ぎょい。くさび丸、主である、これはなんだ、竜嵐の巫女九郎より授かった刀。アシナの、書家である平田氏に伝わるもの。失っていたが再び狼の手に戻った。くさび丸の名には願いが込められている。忍びは人を殺すが定めなれど、一握りの慈悲だけは捨ててはならぬ。その願い、時に刀が、なんだこれ、組むこともあろうか。一応刀をゲットしましたね。狼よ、傷を負っておるようだな。そうだ、そなたにこれを託そう。薬水の瓢箪だ。これで傷を癒してくれ。薬水瓢箪、ヒットポイントを回復させる、薬水、薬水の入った瓢箪。休息することで瓢箪の薬水は再び満たされる。希代の薬師道元、その弟子の一人が作り出したもの。おのずと
薬水が湧き出すなど奇妙だが、そこには種がある。さて、そなたの体、その後大事はないか。その後とは？あの世のこと覚えておらぬのか。はい、いや、司祭は後にしよう。今はこのアシナの城を脱さねばならぬ。御意。堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。一心様よりそう聞いたことがある。まずはその橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたら、そうだな、足の羽笛で合図をくれるか。ほら、昔聞かせてくれたであろう、こうピーッとな。その音を頼りにそなたのもとへ行こう。アイテムの使用。アイテムにはさまざまな種類があり、状況に合わせて切り替えて使用できる。例えば敵から攻撃を受けたときは薬水氷炭で人も人を回復できる。上でアイテム使用、左右でアイテム切り替え、まあ、エストビンだね、簡単に言うと。堀に沿って進んだ橋、この足、見つけた足の。一応戦闘のところもやったんで、最初のなんか中ボス的なところまではやりましたね。でこれ一応装備しましょう。アイテムスロットがありますと。で帰り仏、これ多分ダクリンみたいな感じだよね。薬水ひょうたん装備して、で1回しか使えないんだよね。でもヒットポイントないんで、回復量は半分いかないくらいで、上にね、そうアイテムがあったんだよね。でこれは丸薬、ヒットポイントをゆっくりと回復させる丸薬。この地に古くより伝わる、秘薬。いにしえの戦でも使われた記録があり、アーシナの、これなら不当を世に知らしめたという。丸薬を入れた印籠は、戦勝のお守り代わりでもある。これは多分消費系のアイテムだね。消費してヒットポイントを回復できると。雫石的な感じかな、使ったことないけど。でここ開くともう敵がいるんだよね。結構正面からね、堂々と行くから。体幹と忍殺。忍びの攻撃は体幹を削り取るためにある。攻撃を重ねるとやがて敵は体勢を崩す。体勢を崩せば忍殺で一撃で殺せるだろう。攻撃してって、まあ、要は相手の体勢を崩せと。ちょ、後ろから行けるかな見つかった。おいおい、でサクッと、いって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 、早いんだよね動きが。もうヒットポイント回復したのがめっちゃ減ってるよ。でこいつで弾き、打ち込むばかりでは倒せない相手もいる。敵の攻撃を弾けばその勢いを利用して体幹を削ることができる。優れた忍びの防御は同時に攻撃を兼ね備える。敵の攻撃に合わせて、L1 で弾きができます。まあパリーだね、簡単に言うと。割とパリーゲーになりそうなんだよね待って、パリーはねタイミングだからね。よし OK、 多分ダックソのパリーよりはね甘いと思うんだよね、判定が。そこまでシビアじゃないと思う。ターゲット固定、まあ、これでターゲット固定できますと。でこいつらは切ってれば崩すはずなんで、ほいだから見て、おい OK で、ここ敵がいる。こいつから仕留めるか。よいしょ結構早くてね、何やってるか分かんないんだよね。多分ね、この赤い丸っぽっちになった時に忍殺が発動できるのかな。でここさっきの組頭見つかったからね。切り返し、攻撃を弾きすかさず切り返しをする。そうすれば敵に休む間を与えず体幹ダメージを与えられる。弾いてから切りましょうと。まあ、そんな感じですね。ほい、ほら、で死んだやっぱ死にゲーだな。
さて、死んだことによってヒットポイントが回復して、さらにひょうたんもあるんで、これでいけるでしょう。ちょっとね、相手の動きをよく見て、一回切ったら下がった方がいいのかな。ちょっと待って、できてんだか分かんねえ。あ、今無理だな。で、切り返す。これこうやってやるね。いける、よし、一冊。強者への忍殺。一度の忍殺では死なぬ強者もいる。だが一度で死なないならば幾度でも殺せばいいだろう、ということで、ヒットポイントゲージの上に忍殺マーカーが表示された敵を殺しきるには、マーカーの回数だけ忍殺をしなければいけませんと。若干めんどくさい。敵のヒットポイントっていうよりは忍殺なんだよね。完全にパリーゲーなんだよね今のところ。こう、よし、多少ゴリ押すのもありだな。さらばだ。で、弾薬をゲットと、まあ、まだ回復しなくていいでしょう。こちらからは開かない。でアイテムが起こってるんで取ります。握り灰、灰を握り固めたもの、敵に投げつければ目くらましになると。あれ、なんか2つ、あ、一気に2つ手に入れたのか。これはこっち側と、は上に行って壁蹴りぶら下がり、ジャンプしてほい。で、敵がいる、盗み聞きしましょう。堀のどん詰まりに抜け穴があるじゃろ。あそこも見張りせよとの仰せじゃと。なんとも限界なことじゃ。戦が近いのかもしれんの。そう、今回はね、ダックソよりもちょっとこうストーリー面も重視してるみたいなんで。こいつが意味不明なんだよな。何なんだ一体。敵ではあるんだけどさ。なんだ、いった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 。アイテムの使用、はいはいはい。では何こいつマジで超気持ち悪いんだけど。ひょうたん飲む、全開しないからね。ぶら下がって、あれどこ、怖で、こっちから降りられるんだよね。ぶら下がり解除と、おい。アイテムゲットして、弾薬、ぶら下がる必要はないと思う。あとは敵がどうなってるか調べる。この先が抜け穴、足のハブエを吹いて、ミコを呼び寄せますかと。こんなことやって大丈夫？隠密中じゃないの？よく来たよな、こいつはこいつで。裸足じゃん。もう絶対足怪我するよ、これ。狼をよく見つけてくれた。さあ、参ろう。御意。敵はでも大体倒してきたから来れたってことか。逃れることしかできぬとはな。話しかける。この城を出て伊豆子へ参ろうか。まずはアシナの国を離れるか、あるいはどこかに身を隠すか。そなたはどう思う？御意のままに。御意か。そなたは変わらぬな。は。いや、
懐かしいと思うてな。さあ参ろう。特に自分の意思とかこいつなさそうだな。これこのまま進んでいけばいいのかな。一応ん？なんか前にいる？え、あれ何？いや前に見えるよね。いやなんかでもすげえとこに出てきたな。隠れとく一応こうやって。え、前方に見えるの何？あ、なんか始まった。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は すまぬ。お任せを。邪魔立てするか、巫女の忍びを。マジか、強そうだぞ源一郎。マシン源一郎。ほら。え、今、え、何、何、え、何、何、今、何、何だった。え、ちょっと切るだけじゃダメだな。これで。え、待って待って、わかんない。え、危ないみたいなのが出たよね。マジこう戦いのスタイルがわかんねえかんな。一応ね、こう回避的なものはあるんだけど。死んだ。あ、負け戦、負けイベントか。うわさすがだ源一郎。忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。弓矢も抱えてるんだね。あれ？今のは部下か。多分こいつの部下にクロちゃんはやられちゃったんだね。でも一応俺はとどめは刺されてないよね。腕は持ってかれたけど。目覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。忍技種トロフィーゲット。仏師から譲り受けた忍びの義手、人のそれを模した義骨を軸にからくりが施されている。この義手には何かを仕込むことができそうだ。大小の傷が刻まれ血や油がこびりついてはいるが手入れは行き届いている。へえ、
ちょっとまず話してみよう。お前さん、名は何という、その目、さしずめ、忍に敗れた狼といったところか。言えぬ。それが忍びじゃな。わしは仏を掘らなきゃならん。お前さんはお前さんで好きにしな。自分のことを尋ねる。左腕について尋ねる。何故俺はここにいる。ただ拾ったのよ。屍かどうかもわからぬものを野良犬に食わせてやることもあるまい。どれほど俺は眠っていた。お前さんを拾ってからずいぶん経つぞ。そうか。じゃが主の主はまだ生きておるぞ。アシナの城で捕らわれとなっている。だがすぐにもその血を利用されちまうだろう。お前さんを見ればその価値は十分にあろうというものじゃ。この左腕、俺に何をした。そいつは忍び義手、石腕の狼にはおあつらえ向きの牙じゃろうて。仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び義手、そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。忍具を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。忍具だと。そうか、このからくり。察しがいいな。忍具を持ってきたら忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃその義手のありがたみがわかるじゃろうさ。喋りすぎたな。いきな。血についても聞いてみましょう。巫女様の血が利用されるとはどういうことだ。わしも詳しいことなど知らん。ただ竜院、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。それゆえ巫女様は付け狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬな。どういうこと。俺の体。お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。ここがあれ拠点的な感じになるのかな。じゃあまっすぐ行ったところに、これかがり火なんだこれ、ちょっと見えねえな。鬼仏って書いてあった。鬼仏と対座するかがり火だね。鬼仏メニュー。アシナの国に点在する鬼仏を解放し対座することで、ちょっと字が小さいんですけど、各種機能を利用できます。休息するとヒットポイントが全開し、傷薬の回復や所持上限を超えて鬼仏に転送されたアイテムが補充されますが、一部を除く全ての像が復活します。死亡後は最後に滞在した鬼仏から再開されます。まあ、かがり火だね。はい。どういうこと。何率これ。名助確率 30% って何。数珠玉4の0、戦いの記憶1の0。一番下なんだろう、よくわかんないのがあるな。身体力10、攻め力1、休息する。なんだこれ。レベルアップ的なのはまだできないのかな。そうすると
あれ、これ最初のやつ？まことに息を吹き返したのです。カボタン的な子かな。流因の力。この目でしかと見ることになるとは。何者だ？エマと言います。次、西洋風の名前だな。に使える薬師です。猿お方とは。すみませんが、主の命にて明かせません。ただ、あなたを助けよと、そう仰せつかっています、うん。信用しろとは言いません。ですが、私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水の瓢箪、それは、もともと私が作り上げたものです。薬師として、助けとなりましょう。見せるって何？この瓢箪、お主が作ったというのか？はい。元は九郎様のためにあなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて少し休めばまた満ちるでしょう。薬師としての助けとは。瓢箪の種をお持ちください。種だと？はい。薬水は瓢箪の種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水の傘が増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。わかった。エストのかけらね。一つ頼みがあります。なんだ？少し顔を見せてください。何？うん。どういうこと？白いあざ、これは生まれつきですか？いや。ならば流飲を受けた者に現れるということか。あるいは兆しか。もう良いか？ああ、十分です。無礼をしました。すみません。流飲がちょっと呪い的な感じなのかな。ではまた。エマちゃんもうちょっと近くで顔を見たい。今までのカボタンよりは結構綺麗な感じだね。ちょっと冷たそうな印象はあるけど、まあカボタンは大体そんな感じだからね。でここに多分人が集まってくんのかな。そうすると転送的なのはなかったよね。あとでできるようになるのかはちょっと分かんないけど、今のところは休息することしかできない。さてではこっからまた旅立っていくことになるんだろうけど、どっちだ？鍵縄、忍び騎手に仕込まれた鍵縄で道なき道、常人には行けぬ場所へ移動できる。高所から戦場を望めばどう敵に挑むかを計画できるだろう。これなんだ、鍵を引っ掛けられる場所には印が表示され、緑色になった時に、鍵縄を飛ばすことができますと。L2。なんかでもさ、こっちもなんかあったよね。まあ、ダクソとかはそうだけど、最初から行けるところが何箇所かあったりして、なんかいない？こいつ何？待って、何こいつ？NPC なのかさ、敵なのかがちょっとわかんねえんだけど、話しかける。ん？見ぬ顔だな。よかった、攻撃しないで。ここもと、名は。名乗られぬか。だが、腕ある忍びとお見受けした。忍びの技ならば、あるいは。そこもとよ。ぜひ。それがしと立ち合ってもらおう。あ、どういうこと？ちょっと待って、いきなり？まあいいや。ほら、それがお前の望んだことだ。生きてる。やはり死なぬわな。これも
あれか、呪いか。そこもとの立ち筋、見事なものであった。それがしを、かように従前に殺した者、そうはおらぬ。お主は、なんだ。死なず、あるいは虫付きと呼ぶ者もおるな。死ねぬので、ただここにおるのだ。そこもとは、このような荒れ寺で何よ。随分と眉間にシワが寄っておる。そこもとよ、それがしを使い刀の修練をせぬか。お主の使命を果たすために。死ねぬ体ゆえ、幾度でも切られてやれるぞ。超やだ。まあちょっとやりましょう。承知した。よし。死ねなくてもさ、痛いよね多分。刀を振れば気も紛れるというもの。切られれば痛いんじゃないの。ああ、ここであれか、いろいろ学べるのか。攻撃。力ば参る。ちょっと待って、いきなり3回入札せよ。はい。あ、攻撃してってこと。なんかガードしてるよねこいつ。無理やりか。攻撃してくるか。そうするとそんなことはない。え、ゴリ押してっけどいいの。そやスタミナ的なものないね。永遠に攻撃できる。さすがだな。そこもそこも取って。しかもない。どういう意味なの。それがし、いや、それがしは自分か。まあ、ちょっと修練は裏方でやりましょう。来るがいい。そこもとの技の試し。まあ、ここで練習しろと。で、これは何？賽銭箱。時が経ち、行き場を失った品が流れ着く賽銭箱。箱が光っているときは何かアイテムが流れ着いている。賽銭箱を調べて銭を収めることでアイテムを取得できる。あ、銭、金があるんだ。流れ着いたアイテムがない。了解です。金があれかな。これ貯められんだけど、今初めて知ったけど、これ何。まだちょっと分かんない。分かんない操作ばっかだ。あれ、ここにも何かある。あ、弾薬か。やっぱり探索が必要だよね。ここでは刀が触れない。そういうところか。カボタンを切ることはできないのかな。よし、アイテム発見。軽いお金、少しばかりの銭が入った袋。銭袋か。使用すると銭を取得できる。そこそこの、そこそこ嬉しい重さ。銭に入った、あ、違う、銭袋に入った銭は死亡喪失しない。あ、やっぱりこれソウル的な役割だね。なるほど。簡単に言うと、今のはなんだね、最初だからね。なんかしょぼいソウルだと思うけど。なるほどなるほど。じゃあ最初に行けるのはでもこっちだけか。ここは橋が崩れてるから、これ下落ちたら死ぬよね多分。で L2 だっけ。おお、すげえ。大丈夫これ、このまま登ってて。ほい、ちょ、間違えた。操作がまだ。アシナ城城下。これあれ、なんかプロモーションであったやつ、一番最初か。あ、これは仏、鬼仏か。鬼仏見出し、仏渡り。あ、仏渡りが転送。すでに退治した、鬼仏を選択し即座に移動することができます。あ、転送が最初から使えるのはいいね。重要な場所。何、どういうこと。あれ寺。はい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 。でレベルアップ的なのは何だろうね。
身体力10ってあるから体力かな、攻め力1だし。でその下がレベルで、ゼニは0だね。多分一番右下がゼニか。で左下の十字架みたいなやつが何だろう。おい、ちょっとまず操作を慣れないとな。あそこに敵がいるのか。アイテムを回収していこう。これは漢字がマジで読めない。なんとかの雨。なんとかの加護を受けられる。雨。物理攻撃力、ヒットポイントダメージを軽減する。まあ、防御力アップってことか。あー、なるほどね。これなんか、警戒されてんな、今。あいつ。あいつか。多分あれ警戒マークだよね。赤くなったら発見されてるってことか。どう行く？高台はだってないよね。これより高いところは。ちょっとカメラワークは気にしないでもう行っちゃいますね。最初なんで。見つかるんじゃねえかこれ。うん、あそこにも敵がいるな。どうする？ちょっと降りてみる。隠密忍殺。ターゲット固定。ジャンプ。頭上で赤い印が出た時に落下忍殺。はいはいはい。ターゲット固定。ジャンプ。落下忍殺。異物取得。異物ならばまとめて取得できる。すなわち殺した敵が落としたアイテムや銭である。もともと置かれたアイテムは、異物ではない。近づき直接拾う。長押し。何どういうこと。金ゲットした。あ、なんか吸い寄せてんだけど。まあ、これがソウルだよね、いわゆる。上にも敵がいたよな。あとそこにアイテムが、あ、ここにもあるか。丸薬。武器は今のところこの刀だけかな。投げると良い音で割れる。あ、誘い頭蓋ね。ちょっと待って、探索はしたい、行きたい。なんかいろいろ行けるところがありそうだからな。結構空中から来ちゃったからね。今大丈夫？なんか、あ、この火か。これでもいけないか。結構さ、バサッといくからさ、見落としてるアイテムとかありそうだよね。 OK、 見つかった。いきなり見つかったな。あ、早い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 。でもこれはゴリ押してればなんとかなる。まだ最初の、おお、金11。下級猛者兵だからね、きっと。いわゆる。ちょっと雪がちらついててさ、視界が悪いんだよね。あ、こいつはあれだ、パリーしなきゃいけないやつだ多分。OK。 失敗した。ちょ、待って、ちょ、一応ガードしとこう。待って、ほら、いけ、よし。いや、これ難しいぞ。パリー失敗すると、ちょっと待って、敵がなんかあれだな。あ、上にいるな。もうすでにヒットビット半分減ってるからね。よし、いける。金。ん？なんか手に入れた？陽のかけらみたいなやつ。ちょっと上から行くか。あそこにも敵がいるな。げっ！やばいやばい、見つかるんじゃん。いけるか。無理やり。
金プリーズ。55円がさ、今どれくらいの価値なんだかっていうのがいまいちわかんないからな。ちょっと上から行くか。こっち行ける？張り付いて中とかには入れなさそうだね。この上とか行けんのかな。お、すげえ。あ、すげえ、めっちゃ上まで来た。あー、てか広すぎでしょ。どこへ向かう。あの櫓みたいなとこに向かってみる。まずは、あ、敵いるね。敵は排除してった方がいいのかな。しまったしまったしまった、危ねえ。殺す。あ、なんか右上にあれがある。経験値ゲージみたいなのがある。ちょっと待って、見つかってる音がするよ。なに、あ、お前か。銃、火縄銃持ってる。あ、お前、ちょっと待って待って、いるもいるの。容赦はしない。いるは普通に倒せば大丈夫か。ちょ、これはこうやって拾うんだ。握りの灰、ひょうたん飲もう。いや、1個じゃ足んないよマジで。しずくいし、あ、どうやってやんだっけ。使ってっていいものかどうかだよね。格納数4までしか持てないってこと。え、じゃあ使っていくか。弾薬にしとこう。え、見つかった。どれ。あ、お前か、ワンちゃん。かわいそうに。ん、まだ敵がいるな。警戒されてる。どこだ。あそこか。上から行った方が良さそうだね。上から飛び降りて攻撃するか。じゃ、待って、こっちの櫓みたいなところも。あ、敵がいる。え、なんかでっか。え、ニワトリだよねこれ。でかすぎでしょ。ちょっと怖いんだけど逆に。いや、近くにあると思ったけど結構遠くにあるね。あれ、なんだこのマークは。ああ、鬼仏か。こんなところにあるとは。鬼仏見出し。あ、右下の今ゼロって書いてあるやつが満タンになるとレベルアップができるのかな。まあちょっとわからないですけど、とりあえず、鬼仏、浄化外郭、縄文道のところに、来ましたので、今回はこれで終了したいと思います。まあ、まだね、いろいろ操作に慣れてないところがあって、なかなかプレイがお見苦しいかもしれませんけれども、一応初見プレイで赤炉の方はね進めていきたいと思うので、ちょっとぐだってるところがあったら、まあ、カットとか、編集を入れつつ、進めていきたいと思います。そんなわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。